はい、まあ、こんな感じで、まあ堂々とした櫓ですよね。場面全体を使って戦います。で、お互いこうしっかりしてるから崩すの難しいんですけども、この崩しですね、じゃあこの辺を始めさせていただきたいと思います。これ貞正さん先手の番でどう指しますか。これは先手の番でどう指すか。はい、いや、あ、とりあえず一号、さすがです、一号銀ですよかったです。棒銀講座なので、棒銀講座ですからね、はい、やっぱり銀がね、五段目にこう、はい、こう出るかこう出るかですよね。ただ今はこっちは出づらいですからこっちですよね、はい、で、ほっときますと2四歩同歩同銀ですね、まあ、ほっときますと先手のこう手番になりますと同銀、同銀で同角で、はい、で同飛車ですね。で歩を打ちまして、はい、引きまして、まあこれで角打ちとかですね、角打ちとかあるいは歩打って同歩で角打ちとか、まさに守備銀がいないので攻め筋がだいぶ膨らんでる感じがあるんですよね。はい、戻ります。でここから、後手が直下を出すわけですね。で一つはこうですね。これどうやりますか。これ悩みますよね。悩みますね。これ結構棒銀党の人は永遠の手法だと思うんですよ。これ取るか引くかですよね。どっちが正解でしょうかね、こういう場合。はい、皆さんはどちらを選びますか。一四同銀か二六銀と銀を引く手。あ、コメントも取りたいと。そう、やっぱ強い方多いですね。これ引く方もいますね。これね、あ、引く方はなんか奥ゆかしい方ですね。多分人生は成功すると思います。謙虚な態度で。ただ将棋のこの棒銀の場合取る方が大体いい手なんですよね。と言いますのは理由がありまして、はい、引くとですね、例えばですね、まあ、すごくにこうやったとします。一手指して、こうやってこうやってこうですよね。はい、こうやってこうで、でこの局面ですよね。戻ります。で、はい、取りますとすぐにもうその局面になるんですね。取ってくれれば、はい、で同香となりまして、向こうに一手刺されてないんです。つまり一四同銀の方が一手早いんですね。取る方が正解なんです。はい、あ、でちょっと今コメントで2四歩とおっしゃってる方もいたので、ちょっと2四歩の解説もお願いしていいですか。ここで2四歩とつく方も、ここでこうですか。はい、ちょっと初心者向けにありがとうございます。こういうご質問があるとありがたいですね。なんかつい端折っちゃうところが多くてですね、ご指摘ありがとうございます。で取りまして、はい、歩成りですか。はい、で同じく金で取りまして、はい、ここですね。すいません、はい、これはどうでしょう。叩いても同じく銀ですから、銀を手放した割にはなんかこうね、相手陣を崩せてないところがあります。やっぱり銀が戦いのね、この先頭に立っていく駒ですから、これを失うとなかなか、ね、攻めのリズムをつかみにくいところがありまして、この形だと2四歩は成立しないんですね。そうですね、はい、で今1四同銀と、同銀としました。はい。で同香と取ってくれれば今の1号歩で、同香としまして、はい、これ大事ですよね。この変化は、はい。で取りますつきまして、同じく香、同じく香ですね。はい。でまあつきまして、まあ、どうやりますかね。まあちょっとか、まあ、仮になんですけど、こうやりまして、でこう刺しまして、でまあ引きますよね、はい、で香なりますよね。じゃあまあ仮にこうやったとしましょう。仮に、はい、要するにここでテーマは相手の手ではなくて先手がどうやって攻めるかって話なんですね。でどうやって攻めますか。これ実はさっきちょっと冒頭でこんな話したような気がするんですけど、
どうやって。いやこれはどういきますかね。加藤先生のものすごい手つきで次の手出てる。ビシッと。はい。とりあ悩みあちょっとどうしよう迷ってるんですけど。いや迷ってる。たくさん手が見えるのいいことですね。いろいろいや2四歩も行きたいですし。あ2四歩ね。1四歩も垂らしたいですし。あこれもなかなかいい。いや全部悪いいいですよ。ただあのどれがやっぱりねいやいやあの棒銀ならやっぱこう刺すっていうね。はい、あ基本手筋をちょっと今説明しまして、はい。皆さん何か言ってありますか。いやこれもこれも全然悪くないです。一音符一音符はね立派な手ですよね、はい、いやこれタレフはあのもう人生の基本ですよね、そうそう将棋指しはすぐ正しい。結構6枚落ちでも、はい、あごめんなさいちょっと極端にこうですよごめんなさい。あ強者失礼しました。ごめんなさい、はい、ちょっとすいません仕切り直してすいませんなんかおかしいと思ってそうですね強者があれば、はい、先ほどありましたねこれすいませんなんか1九香です、はい、1九香、ね、そうそうそうでねこれはあの取って、はい、同玉で飛車なる狙いですよね。はいですね、これちょっと受けにくいですよね。あのそうなんですでこれをねでもガッツで受けるんですね。はいちょっと銀いいですか。銀を打ちますよね。またちょっとお尋ねしていいですかこれどうやりますかね。こう勢い2一成香と行きたいんですけどこれは危ないですよね。2一成香はねあのこうありがとうございますさすが貞松さんですね。こうやってこうやりまして、はい、香なりまして、はいはい、で気分だけはいいんですけどね。そうですね、はい、ギャッとこれはあの大事な大事な竜が取られてしまいますね。一応こう銀は取っていけるんですけど、はい、取りまして何やらうまくいってませんよねこれは竜が積んでしまって、ね、相手にクリスマスプレゼント与えているような感じですになっちゃいます。そうなんです、はい、竜取られちゃいますよね。単純にこういくとこうなっちゃうんですね。そうなんです。で、今のを踏まえまして、はい、じゃあどうするかって話ですよね。さあ皆さんありますか。結構強い方が今日はなんか強い方多いですからね。多くいらっしゃいますね。お、タレフ1三角。そう、タレフはね、そう、タレフ、そう、1四歩なんですよね。さすがです、うん、あのさっきの1四歩と違いまして、はい、歩になった時にもう的があるんですよね。全然厳しさが違いますね。そう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 。で、歩を打ちまして、はい、取りまして、で、歩を成って、はい、同じく銀。これまたね要注意なんですよね。こう勢い飛車で行きたいですけどね。飛車でなるとやっぱり強者が飛車なりすぎですよね。つい飛車なりの魅力に負けてしまうところがあるんです。ただそう強者ですよね、はい、これはちょっとまずい。ということで要注意ですね。これどれで角成りで拾いまして、はい、でこの強者で強者はで取りまして、はい、馬を捨てても大丈夫なんですね、はいはい、今度はあのねまだ飛車が生きてますから、はいね、取られてない飛車じゃありませんのでなりまして、はい、あ厳しい手がありますね。そうですね、さすが貞松さん、こうですよね。あ、はい、あちょっとね、そうですね皆さん次の手はどうしますか。はいね、皆さんも、はい、はい、11はい、で竜入りまして、合駒が悪いです ね、 がね角しかないですよ。そうなんです。こうなりますとこう櫓城がいない方がいいですもんね、はい、あの囲いがあの自分の方の邪魔してで強者になりまして、ね、もう遊んでる駒がないですもんね。そう遊び駒がない、はい、で棒銀のいいところがよく出てますよね。あのつまりあのこの金銀に触らないで何もこういない端ですよね。桂香しかいないところを狙って破ると。こっちは飛車角が効いてますからね、はい、といったわけでちょっと一回戻しますね、はい、で今のが、中級講座ということで上級向けをちょっとじゃあもう少し掘り下げてみたいと思います。はいお願いします。でですね、まあこうやりまして同じく銀ですね。同香はちょっとやっぱりごめんなさい、こうですね、相手に
勢いをつけさせるところがあるんですね。でつきまして、強い方は取ってくれないんですね。こうそうなんです、純同強と、はい、まあこう引きますよね。はい、でつきまして、同じく歩、同じく桂でくるんですね。で歩を打って、はい、で歩つきまして、攻め合いですね。同銀で飛車を寄ると、お銀がこっちもあの桂をタダで取ってるようですけども、あの先手の銀もそうそう、あのおっしゃるように助からない、取れば取れるんですね。そうそう、歩つきますと歩でよりこう相手に勢いつけさせちゃうんです。で取るしかないんですよ、取るしかない、はい、で取って、ええ、でこれがテーマですね。やたら難しくなりました。レベルが高いですね。レベルが高いですね。今日はじゃあ中級と上級両方やってるということで、あのこれどうやりますかね、佐野さん。言っていて聞いてますけど、ね、いやこれはちょっと先手どうするんですかね。いやこれ難しすぎて、棒銀刀ならね、いやでもねこれ棒銀刀ならもう次の一手は絶対ですよこれ。そう言われるとちょっと外せないですね。もう、ええ、お、1三銀、1三銀じゃない、1三銀じゃない、1三銀の前に、お、2四桂、2四桂はねなかなか強い人の手ですね。でもちょっとその前にやっぱりね1三桂1五歩、そう棒銀ならやっぱこうですよね。そうそう、あのねこれね地味なんですけどかなり大事な手なんですね。はい、突くことによってこの棒銀がねなんかまたこうちょっと中途半端じゃないですか今で、突くことによってあの息を吹き返すんですね。でまあ飛車をこう引いたとしまして、はい、で桂馬ですね。銀取りなので逃げます、逃げますよね。じゃあまたここからちょっと今今度はね棒銀といいますかもう桂馬も入ってるので、さっきね少し正解手順をねおっしゃってた方がいたんですけど、どうでしょう。先ほど流れてた中にあるんですね正解が。あ、2四桂、2四桂さすがです。そうそう、矢倉の黄金鉄筋ですよね。2四桂と打ちまして、はい、あのこれ矢倉で出てくる、よく出てくる手で、あのこの桂が厳しいのは3二金を狙ってるんですよね。取れば歩が前に伸びますし、そうそうそう、逃げるとどうするんですか。これでも最初見るとびっくりしますよね、うん、あ逃げるんですか。逃げる手はねこう捨てまして、はい、同じく歩で、あ、同じく香ですいません。で、2つあるんですけど、まあ、こっちにしましょうか。同じく歩、同じく角ですね。はい、あ、これは、はい、同じく角で、さらに同じく飛車で、飛車よ玉寄って、ここね、もういろいろありますよ。飛車なるのもいいし、角打つのもいいし。ええすごいいい手がいっぱいありますね。いっぱい、まあ、ちょっとやってみます。こうやってこうやってね、まあ、もしあの角打ちがなければこう取ったっていいわけですけども、はい、まあ、一応これは角が激痛ですね。そうそう、こういう感じで、はい、命中してますよね。飛車が逃げれば4三角成で、はい、そうです。で、戻りますね。はい、2四桂のとこですか。はい、2四桂で取りまして、はい、取りまして、はい、同歩で取れるのが実はいい手なんですね。取りまして、取りますよね。はい、でさらに取りましたと。じゃあまたここであの最後の決め手をですね佐々木さんにお伺いしてみたいですね。え、決め手普通に香車を、あ、こうですか。どこです、強者でも いいとこいっぱいありますよねいや悩みますね。普通の強者が上から打つか下から打つか、これも普通ですよね、はい、あ、ごめんなさい、角がいなくなっちゃってますね。ごめんなさい、あ、角が、そうですね、角大事ですよ、ええ、あ、そっか、そうですね、角がいるなら1三歩成、そうですね、で大丈夫ですか。2三歩成から入るんですね。同金で、はい、1三歩成、そうそう、これは佐々木さんおっしゃってた点ですよね。で同桂で取りまして、はい、同角成としまして、取れないですね。取れない、同金は飛車が成りますから上がりまして、まあ、こういう感じ、まあ、要するに成功ですよね。
はい、飛車もどうでしょう。最初の陣形から矢倉硬いんですけども、気がついたらね、もう粉々になってますよ。棒銀のすごい破壊力で、ポイントは戻りますけども1五歩と2四桂っていう手順いろいろありましたけど、ちょっと戻しますね。はい、1五歩であるとか2四桂であるとか1四同銀であるとか、そういう基本的な手の組み合わせが大事であるというような話なんです。で、つきまして引いて、つきまして同歩で同桂で、歩打ちまして、つきまして同銀で、で取って、で取りまして、取りまして、歩で、そうそう、ここはじーっとね、歩打つくのがなかなか味わい深いで、ね、はい、つかないで2四桂打つとどういうことになるんですか。2四桂、やっぱりちょっと力が足りなくてすぐ取られちゃうんですよね、うん、こういう感じで。そうすると先ほどと違って、はい、歩が伸びてないで、またつかなきゃいけないんですね。であるなら最初からやっぱり突いといた方がいいということですね。はい、はい、銀に紐つけとかないとね。で飛車引きまして、桂跳ねまして、さっきちょっとこっち引いたんですね。あ、そちらですね。こう出まして、で桂打ちまして、で取りまして、まあ、この辺はもうパンチが入ってますよね、はい、2四桂がいいと。で取りまして、ここもそうそう、取りまして、歩なって、同じく金で歩なると、はい、でこれ一丁上がりと、はい、はい、いや結構この手順を覚えれば強い方に勝てる、はい、手順丸ごと覚えるっていうのは難しくてですね、その都度形で違うじゃないですか、はい、全く同じ局面でそうはないでしょうから、ポイントになる手はただどこでも共通してるんですよね。1五銀出て1五歩は同銀と取って1五歩ついて、で隙あらば2四桂打つとかですね、パターンとして覚えとけばいいんじゃないですかね。全く同一局面ってなかなかないから、はい、でもちょっと違っても攻めのパターンって大体どこでも通用するもんなんですよね。囲いは矢倉であるのは間違いないわけですから、そういうことで鍵になる手をいくつか覚えておくのがいいんじゃないかなと思いますけどね、はい、はい、今棒銀講座していただいたんですけど、棒銀の破壊力を、はい、堪能しました。もっと棒銀勉強したいっていう方におすすめの本とかありますか。 ありがとうございます。素敵な振りで、なんかちょうどいい本がありました。これで、はい、はい、出ました、飯塚七段の、はい、最強棒銀戦法という本ですね。この本を読めば強い方でも、そうですね、弱い方でも棒銀の勉強がいっぱいできるということなんですか。これ今解説した手順はこの本の中にあるんですね。で、割とこの本は僕の実戦譜をそのままちょっとなんかそのまま出すとあれなんで、少し手直ししまして、まとめさせていただいたし、まあ初段ぐらい対象の方なんですけど読みやすいと思います、はい、で今1号銀で出るってあるじゃないですか。あれはね、僕のやっぱり実戦譜なんですね。でその時出なかったんですよね、僕ね。あとで控室にいた村山さんって佐藤氏の青春の村山さんなんですけど、1号銀出れば将棋終わってるんじゃないかって言われて、いやでもそうかなと思ってよく考えてみて、やっぱこういう感じでいいのかなと思った覚えがあってですね。